冗談じゃないよ。じゃなんでこんなに泣けるのかわからない。作りたいっていう夢があるぐらいバカなんですよ俺は、それを彼がやろうとしてることが本当に本当に泣けるぐらいよくね頑張ったなっていうか、まだこれからなんだけど、こんなバカが一人ぐらいいてもいいよね。すごく思う。なんか俺も今のところできなかった夢、皆さんには応援団のことってやっぱり理解してもらうのは難しいんだよな。僕は連絡をして出てもらうことにしました。僕はもう10連内の友達でナビちゃんとは、ナビちゃんちょうどファイファーストフード始めて10年なんですね。なんで彼が本当に立ち上げた時から僕は彼と友達になったんですけど、で順調にここ8年会社を大きくしてきて、時も僕の方から声をかけて虎で出てくれよっていうふうに頼んだんですね。でそれから今から1年前にコロナが来て、一回鍋ちゃんと喋った時に岩井さんって、僕はこの10年間やってきたことがこんなことで全部ダメになっちゃうんすかねって言われて、僕は飲食じゃないので本当に同じ気持ちにはなれなくて、
一生懸命何とかしたいなって思っても、彼がやってる通販たまに買うぐらいのことしかできなくて、もうなんとか僕は鍋ちゃんに生き残ってほしいんです。本当にこんなに一生懸命やってきた人がこれでダメになっちゃうのは本当に悲しくて、実は渡辺社長の会社は共同経営なんですね。女性の方がいらっしゃるんです、伊藤さんっていう。ずっとそのパートナーと2人でやってきたんですけど、僕今日10年経って初めて控室で伊藤さんにお会いしました。で、今日あのサプライズで皆さんに驚いていただこうと思ったので監禁してたんです、この人ずっと。で、伊藤さんがスッと出てこられて僕に、岩井社長、あの本当に今回ありがとうございますって、渡辺は自分で抱え込んでしまうところがあるので、岩井さんのお気持ちが本当に嬉しくて、本当にありがとうございますってすごい頭下げられて、もう僕には本当に何もできなくて、最後にこんなことしか思いつかなかったです。こんなことって言ったらすいません、皆さんに本当に申し訳ないんですけれども、すいません、もう何が言いたいか分かんないんですけど、なべちゃんに頑張ってほしい、もうそれだけです。すいませんでした。ですけど、もうあの1ミリも恨んでないですよ、本当に。さっきから恩をあだで返したとか言ってもらってるけど、もう一回言いますけど、本当に1ミリも恨んでないですよ。かっこつけじゃなくて、恨みなんか持つはずがないですよね。で、なんか今二人がここに座ってこちら側にいる方々のこと、なんかこの2ヶ月ぐらいのことを急に走馬灯のようにこうバーって頭の中駆け巡ったら、もうなんか涙が止まらなくなってきちゃって。でももう一回言いますけど、まだ今ここにいない林さんのことも含めて、僕あの本当に言います、あの本当に1ミリも恨んでないです。
僕って岩井さんのことを、まあ、先輩経営者だと思ってますし、まあ、部活の先輩みたいなもんだと思ってますし、あとは父親のもんなようなもんだとも思ってるんですね。こう岩井さんってすごい不正が強いというか、もう本当に家族ファミリー、多分、まあ、年の差で言ったら本当に息子でもおかしくないぐらいの、僕と多分トモハッピー社長とか桑田社長の方が近い世代だと思うんですけど、多分ここにはもうほぼ親子関係みたいな信頼感があると思うんですよね。だからこういうなんか愛がこうチャンネル全体にこう至るところに感じられるチャンネルだなって思ってて、でやっぱり特にこう、まあ、岩井さんの愛弟子であり愛息子であるこの2人、あるいは林さんですね、この3人は特に愛が強い3人だったので、本当にいなくなってしまってすごいこうなんていうんですかね、愛情味が少し寂しかったなって個人的には思ってます。ね、親である、ね、あの岩井さんのことを今度助けてあげるっていう、ね、息子がねやんちゃするのはよくある話なんで、あとは親のことを助けてあげるのも子供の仕事なんでね、あのそういう気持ちが最近僕すごくあったんで、まあ全然ね私事ですけど、まあ、僕はそういう気持ちです。あのそれを社会的に悪いことにもいろいろあるのかもわかんないけど、そんなん 何がしかこうどんな人だって人生の中でそういうことできっとやってきてるじゃないですか。一度もそんなことやったことねえってやつがいたら俺本当にあの教えてほしいぐらいですよね。今回それがたまたまねこういう形になってしまって、あの今桑田さんがおっしゃったように35を超えて初めてっておっしゃったんだけど、僕あのこちらの皆さんにあの事件が起こった次の日にあのズームで話をした時に言った覚えがあるんですけど、僕にとってはかすり傷、あの全然こんなことを今までの自分の人生の中に置いたらそんなに打撃を受けるようなことではないし、あの大丈夫です僕はって本当にあの強がりじゃなく言ったんですよ。こう本当に今も変わってなくて、もっとしんどい経験いっぱい、ダメだからこそなんですけどね、自分が経営者としてあのいっぱい経験してきてるので、あの僕一回あの林さんのところに林さんの顔見に会いに行った時に開口一番ざまみろって言ってやったんですけど、はい、あのやっぱり今まで順風満帆に来た人たちにとってみるとこういうことってきっと大きかったんだろうなっていうふうにすごく思うんですね。でもあの裏を返すと令和の虎がああやってその直前にバズっちゃったからこうなっちゃったじゃないですか。10万人のままだったらここまでのことになってないですよね。だから令和の虎の責任なんですよ本当に。なんで令和の虎に大きくしていただいたって桑田さんおっしゃっていただいたんだけど、逆にあの僕はそう思っていなくて、令和の虎が幸か不幸かこんな風になったことで今回のこともこれだけ大きなことになってしまったんだなと思っているので、あの誰かを恨んだりとか誰かのせいにしたりすることは簡単かもわかんないですけど、あのいろんな思いは当然あるんですよ僕なりに。でも一言で言っちゃうと、あのまあいつか令和の虎がこれからどうなっていくか僕わかんないですけど、でもいつかいやーなんか50万人の時にあんなことあったねっていうふうにみんなで言えたらそれでいいかなって僕は思ってます。はい、なんであの最後に一つだけあの言わせていただきたいことがあるとするならば、本当にあのこの皆さんに助けられました僕本当に、あの2月15日から今日までの3ヶ月近くのことを思うと、本当にこの人たちがいなかったら一人じゃやっぱり持ちこたえられなかったかなってすごい思ってます。岩井社長、改めてよろしくお願いします。ちょっと今までの分を取り戻しますというか生まれ変わります。頑張ります。よろしくお願いします。